いよいよクエストが最後になりました。これやっていこう。ウスタさんの知られざる秘密ということで、これはね、僕もちょっとウィスパーとの関係が気になってたから、ちょっとこれはね、ちょっと興味があるな。さあ、ちょっと中に入って、しかも今回のクエストをクリアするとトレジャー写真が一気に追加されるので、それも楽しみなんだよね。なんだよ、タエ。こんなところで何してるんだ？あれ？みんなも来てたんだ。実はウスタさんが買い物に行くからって、ここで留守番を頼まれたの。ねえ、せっかく来たんだから、みんなもちょっと休んでいきなよ。じゃあやっていきましょう。ご褒美も、結構いいやつが手に入るよ。妖魔武器大全下巻。じゃあ、ちょっと休んでいくかな。やったー！やったー！留守番で退屈してたの。一緒にお話ししましょう。ウスタさんの知られざる秘密ってなんだろうね。それにしても大きな屋敷だよな。いや今さら？結構何回か来てたけどここ。そうだね。こんなに大きいと掃除するだけでも一苦労だ。ウスタさん大変だろうな。なんかこれだけ広かったらね、なんか召使い的な人も何人かいてもいいだろうけど。でもウスタさん一人しかいないもんね。確かに掃除大変だな。ウスタさんか。ここだけのお話。ウスタさんって、実は人間じゃないかもしれないの。ああ、やっぱり人間じゃないんだ。だって、妖術師でもないのに、猫又ちゃんとか普通に見えてるし。でも今までも妖怪が見えてる人間はちらほらいたよね。妖怪ウォッチがなくても。いつ寝てるかわからないし、妙に妖怪のことに詳しいし、目の間が黒くて変だし。まあそれはちょっと妖怪と関係ないと思うけど。目の間が黒くて変。それに、いつきに聞いてみたら、ウスタさんが執事なのは間違いないらしいんだけど、どこから来たとか、今何歳なのかとか、普段何をしているのか、全部謎なんだって。全部謎の人が屋敷に住んでるの？よくそんな人をなんか雇用してるよね。いつきは気にしてなかったみたいよ。どうせ妖怪だらけの屋敷だし、今更もう一人増えたところで変わらないって。心が広すぎる。でも全てが謎と言われると、だんだんウスタさんのことが気になってきたぞ。確かに妖怪だらけって言うけど、ヤマンバも出てくるしね、ここ。確か今って買い物に行ってるんだよね。ウスタさんが何をしてるのか調べてみよう。ウスタさんなら、大判焼きの玉屋にお買い物に行くことが多いみたいよ。あ、この大判焼きの玉屋っていうのは、あの、玉もがやってるんですよ。確か。大判焼きの玉屋か。よし、行ってみよう。ちょっと引っかかるね。まさか玉もがまた絡んでいるとは。あ、到着したけど、でも、ウスタさんいないね。これが玉もなんだよね、これ。多分、ゲゲ、ほら、ゲゲって言ってる。すみません。この辺りで、顔の白い、羊っぽい人を見かけませんでしたか？顔の白い、ああ、ウスタさんのことね。高城邸の羊さんでしょ？ウスタさんのことを街の人も知っているんだ。あの人、いつもここの大判焼き屋で、あんこだけを山盛りに買っていくんだよ。その後決まって、そこの通りを南側に行くんだ。何をしに行っているかは知らないけどね。そこの通りを南側か。行ってみよう。ね、そこの通りを南側って、あ、こっちね。なるほど。なんであんこだけ買ってんだろうね。めちゃくちゃ甘党なのかな。ねえ、この辺りで顔の白い羊っぽい人を見なかった？見たよ。あんこ大好きのウスタさんでしょ？変なあだ名ついてるね、確かに。でもちょっかい出してやろうと思って、こっそり後ろをつけてきたんだけど、ちょっといじられてんじゃん、ウスタさん。この辺りでウスタさんが突然いなくなっちゃったんだ。ちょっと、あの不思議な扉もあるし。
おかしいな。ちゃんと後ろをつけてると思ったんだけど、突然いなくなるなんておかしい。この近くに隠れられるような場所があるのかな。怪しい場所を探してみよう。え、怪しい場所？怪しい。どうすりゃいいんだこれ。こういうこと？あ、これ違うよね。怪しい場所ってどうすりゃいいんだ。これかな。あ、ちょっと1階のアーク。ちょっと違うと思うけどな。あ、びっくりマーク立ってる。大判焼きの玉屋。そのまんまだ。シュポー、いらっしゃい。なりがまのお米屋さんなり。お米屋さん？こんなところでお米を売っているんだ。大判焼きの玉屋の前でお米売ってんだね。そうなり、頭のお釜で炊いたお米を他の妖怪たちに売っているなり。なんかこんな感じのやつアンパンマンにいたな。ふっくらほかほか美味しいなりよ。お前もいるなりか。ごめんね、今日はお米を買いに来たんじゃなくて人探しに来たんだ。この辺りで顔の白い羊っぽい人を見なかった？顔の白い？ああ、ウスタさん、さっきまでいたなりよ。ウスタさんは常連さんだから僕のお店によく来てくれるなり。ついさっきももち米を買ってくれて、その後は屋敷に戻るって言ってたなり。ありがとう。入れ違いになっちゃったかな。屋敷に戻ろう。ありがとう、なりがま。あんこともち米って言ったら、おはぎかな。おはぎ、なんで作ってんだろう。さ、到着ということで、中にウスタさんがもう帰ってんのかな。あ、いたよ。いた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 。何やってんだよ。よっしゃ、ウスタさん見つけた。おやおや、見つけたって言われましても、まあでもかくれんぼしてたわけじゃないからね。私を探していたでウィス。あ、いや、それはまあまあ、ともかく長旅でお疲れでしょう。少し休んでいってくださいませ。はい、本日は皆さんお揃いのようで、ようこそおいでくださいました。それで私に何かご用でうすか。実はその、みんなでウスタさんの後をつけてたの。普段何をしているのか知りたくて。それバラすの？だって本人が目の前にいるし、直接聞いた方が早いかなって。いやー。なんだ、そんなことでうすか。素直に聞いてくださればよかったのに。私の普段やっていることは、ズバリ、おはぎ作りです。おはぎ？うっす。そうでうっす。私実は甘いものに目がなくてですね。趣味でおはぎを作っているのです。渋い趣味だね。多分おはぎとかそのまま売ってると思うんだけど。自分で作るところからやるんだね。丹精込めて一つ一つこねこね。美味しいってご近所でも評判なんです。しかも近所に配ってるし。今度作って差し上げまうっす。いや、いらない。っていうか、羊っておはぎ作り以外にやることいっぱいあるよね。掃除は？洗濯は？お坊ちゃんの成長のため、そういうのはお坊ちゃん自身にやっていただいていました。っていうことは、このでっかい屋敷、いつきがみんな掃除とかやってたんだね。すげえな、あいつ。つまりウスタさんのことをまとめると、自称執事だけど羊っぽいことはせずに、手作りおはぎをこねこねするおじさんってこと？新種の妖怪じゃないよね。妖怪より恐ろしい。でもこれって結局ウスタさんが何者なのか謎のままだよね。気になる。羊には少しくらい秘密が残っていた方がミステリアスなのでうっす。これでおしまいなのね。本当に何もわかんねえじゃん。いや、解決できてねえし、これ。なんか今回はちょっと面白いクエストになる、かなと思ってやってたんだけど、もうふみちゃんがレベル99になっちゃったよ、もうこんな。あ、すげえ。さあ、ということでこのクエストをやったことで、
トレジャー写真が追加されたはずなんだよね。あれ？追加されてねえな、おい。1番から40番までクリアしたら、解放され、もうわけわかんないな、これ。まあ、今日でクエスト終わってしまったので、あとはちょっとやることを考えて、次回からまた動画やっていきます。で、妖怪ウォッチプニプニも、今回のちょっとイベントできなかったんで、次回のイベントからね、ちょっとまた動画もちょっと上げていきたいなと思います。